はい、今日のお話は僕が恐竜だった時の絵本です。僕が恐竜だった時、今日は僕の誕生日、おじいちゃんからプレゼントが届いた。わあ、かっこいい恐竜のパジャマだ。ねえ、これ着て遊びに行ってもいい？いいわよ、いってらっしゃい。ガオー、僕は恐竜だぞー。うわー、怖いよ、助けてー。あれあれあれ、みんなどこ行くの？僕一人ぼっちになっちゃった。一人でブランコを取りにいると、どしん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 、一緒に遊ぼうよ、うん、うわー、ちゃんと恐竜がいます。ねえ君、寂しいんだろ？もっと面白いところに行かない？じゃあ僕たちの世界に遊びに来てよ。え、ここが入り口だよ。え、ここ、こんなところにトンネルなんてあったのかな。うわー、すごいところに来ちゃった。ここはどこなんだ？恐竜の世界へようこそ。さあ、ザルタクシーに乗って出発だ。ここが僕たちの草食恐竜の島だよ。そして川の向こう側が肉食恐竜のいるところさ。うわー、いろんな恐竜がいるんだね。草食恐竜の島は素晴らしいところだった。僕はおいしい果物を食べたり遊んだりして、みんなとすっかり仲良くなった。ルル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 ルケサルタクシーにたくさん呼んできてください。そうしている間にもティラノサウルスがどん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 泳いで近づいてくる。みんな急いで。子供恐竜たちはみんなケサルタクシーの背中に乗ってティラノサウルスに石を落とした。石は次々に命中。さすがのティラノサウルスもたまげて逃げていった。君はすごいよ、頭がいい、そして勇気もある。恐竜たちがみんなで褒めてくれた。僕の胸は嬉しさで破裂しそうだった。恐竜の世界は本当に楽しかった。あっという間に夕方になってしまった。お母さんが心配するから、じゃあ僕帰るよ。じゃあ、あの公園まで一緒に行こう。来た時と同じように、サルタクシーに乗ってしばらくすると、トンネルが見えた。たくさんの恐竜たちが僕を見送ってくれたよ。みんな、さよなら。僕は子供恐竜たちと一緒にトンネルをくぐった。すると、あれ？みんなも恐竜パジャマを着て遊びに行ってたの？全然わからなかったよ。まあ、また明日も遊ぼうね。さよなら。バイバーイ。本当に今日は怖くって、楽しくて、不思議な一日だったな。今日のお話は、僕が恐竜だった時。
でした。